水辺のヘドロヘドロとは、河川や沼、池や湖、海などの底に沈殿した有機物などを多く含む泥。低質の構成物の一種で、河川低質を構成する場合もある。ヘドロという語は日本語だが、語源は定かでない。トトドロの合成語だとか、ハイドロ、イドロがなまったものだとか、神奈川県津久井郡の方言でぬかるみを意味する言葉が、語源であるという説もある。 ヘドロとも書かれることがあるが、慣習的にカタカナで表記されることがほとんどである。港湾部の緩満の影響のある流れの緩やかな河川の提出には汚染物質が堆積していることが多い。近年各地で提出大キシン類の環境基準を超過する事例が公開されるようになっており、関東の事例としては埼玉県の小綾瀬川や東京都の横実験川などが発表されている。 今後その下流側の低質汚染調査が進むにつれ、汚染の状況が明らかになると予想される。特に、振動方向調査により、高濃度のダイオキシン類が検出されることが多い。主に、産業廃棄物など有害物質の混ざった汚泥を指すことが多い。ダイオキシン類の異性体パターン等を調べれば、汚染原因者を特定することができ。 島根県場方工業団地周辺水路においては、公害防止事業費事業者負担法に基づいて汚染原因者である産業廃棄物処理会社等から浄化対策費用を徴収している。おでえとしてのヘドロは悪臭などの問題が出ることがあり、公害の一つとしても認識されている。有害物質の混ざらないものに関しては、そのまま、もしくは加工され、肥料として利用されることがあるが、 様々な有害物質が含まれていることもあるため、十分な分析調査が必要である。有害物質が含まれているものについては、焼き固めてレンガにすることで再利用することもある。自然の状態では、ヘドロは層として沈殿し、その上に砂礫層が被さるため、水中に浮遊することはない。海底の地殻変動や人工的な要因で水中に浮遊することがある。 そのような場合には規模に応じてエラ呼吸をする水中生物が窒息してしまい、死滅や汚染水域からの危機を招く。また、正常な砂木地を産卵場所として好む水中生物も多く、水底表面がヘドロによって汚染された場合、汚染水域での水中生物の激減を招くこともあり、漁獲抗原症の原因となることもある。 流形が細かいシルト分で構成されるだけでなく、含まれる有機物の量が過多で、嫌気的になった場合に、ヘドロと呼ばれる。一般的に、低泥の強熱原料が13%を超えるか、どうかがお抱くの目安とされている。春節などの対策が行われることも多いが、場合によっては春節くぼちに再度有機物が溜まり、貧酸素化したくぼち内に、 ヘドロが溜まるという悪循環に陥る場合もある。流れが停滞しない場合、貧酸素化しにくいため、水の流れを作る工夫が同時に行われることもある。主に土砂成分が少ないヘドロを原料とした、バイオマスの少量生産と民生用化に、西ヨーロッパ諸国、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシアが成功している。ヘドロは有機物が、 水中微生物によって分解される過程でメタンガスを発生するため発生したガスを集めて燃料としたりまたヘドロを乾燥させて固形燃料とすることができる人工型による資源問題の対策になるほか二酸化炭素の21から72倍の温室効果をもたらすメタンを燃料として利用し燃焼によって水と二酸化炭素に分解されることで 地球温暖化問題への対策も行うことができる。ありがとうございます。